こんにちは、山田です。パワプルアプリやっていきます。今回は超やる気デッキ1畳 PSR50 使いに行きましょう。で、今回恋愛成就の守り持ってきてます。イベントデッキこんな感じです。ホムラ、カマカリ、ライチ、セッチャン、サクマでフレンドさんの PSR50 お借りしてきました。で、ボーナステーブルが50になるとやる気効果 75% ですね。プラス筋力ボーナス14なので、こいつが絡んだ筋力練習、またライチと一緒になった筋力練習、見物ってやつですね。ぜひ送ってくれるといいなというところです。早速いきましょう。あ、メンタルかな、この強筋力の方がもらえる。まずは味方の評価ですね、上げれるところからいきたいと思います。せっちゃんまだだな。まあライチですね。軸はやはりライチですね。やる気効果 100% 固有ボーナス持ち、ここを軸にしながら、まあ一条であったり他のやる気組上げていきたいなというところですね。カマカリ、ライチ、ムードまだ取れないな、これ多分。カマカリのコツは結構いけるんですよね、佐久間もいるんで。ライチでしょう。降格。OKOKOK、行ったらクリア2。で、せっちゃんも自己紹介来ましたね。で、カマカリ行きますか。まあ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 。で、休む。せっちゃんを追いたいな、そろそろ。一条は全く追えてないですね、今のところ。こいつは固定入れでも効果上がっていくんでね。せっちゃんから強っ。せつに行きましょう。彼女待ってよ、マジで。お守りは持ってきてるんだね、一応。これで、ひらめいてると。そうっすね、肩。まあ、やっときますか。ライチ。広角と、ムードを取りたいな。で、肩またやるだろう、多分。守備とメンタルです。ハイボールを抑えとくか。いや、いらないわ。OK。で、第一、初級骨ください。OK、OK、OK、粘り。アーチのイベントも進みましたね。ちゃん行きたいな、こういう時に。おー、うまい。しかし休みます。そんなにリスク取るほどのうまさはなかったかな。一緒に帰って。お、ラッキー。いいっすね、佐久間の評価もこれで上げられました。ホムラ体当たりまだだな。粘り打ちと
ットスライディングは取って、あとは神頼みですね。まだ1まだいいだろう。OK、OK、固め。うん、ライチだな。守備練でいいですね。なんか逆境ボスとか行きたいな。ならない。メンタル掃除で行きましょう。で守備よしよし。まあそこそこじゃないですか、セクイチの滑り出しは。で、何にもひらめいてないと。こういう時セッチャン行きたいんだけどな。固め取ってもいいかもしれないですね。超ジリアバス。待ちかな、とりあえず。よしよし、お願いしてやる気をアップしましょう。しねえのか。お、しかしやる気アップ。 OK、 で体当たりと。そろそろ固まってほしいな。メンタルか。味方の評価上げないとちょっと話にならないですね。狙いそうなやつ。こういう時は勝負師のコツとか言っときたいな。お、逆境ボス。ナイス。うん、ナイス、電池4個。ナイス、せっちゃん。なんとかクリスマスも間に合いましたね。昇級ボス。ほぼほぼ勝負を受ける。ほぼほぼ電池と結構この辺のコツ回収も OK だな。固まろう。筋力に肩位置。筋力でいいっすね。なんかやりたいなと。様子見ましょう。これで一人は行ったかな、どっちか。全然払われないぞ。肩かメンタル。肩強いな。肩片道でもいい気がするけどな。でせっちゃんに行っておくのもいい感じかなと。これでやる気が戻った。よしよしと。で1以上もいったかな、多分これで。強ほほほ。筋力練習かと思った一瞬。合わせていくか。じゃあ急速、まあいっか。肩で。七条さん、あと、あーどうしよう。とりあえずこれで待ちますか。強
ナイス筋力、そしてラブパ。いいよ、強いよ。寄せるか、肩。結構来るな、肩。これタイヤになってるからちょっともったいないですけど、寄せましょう、ね、うまい、ミアポイント。よし、さっきです。勝負を挑めばわかる。やべ、やる気下がるんだっけこれ。やる気の管理が難しいな。うん、結構もったいないですね。はい、どうですかな。うん、難しいところですね。はい、でもいいけど。はい、エースか。うん、肩にしましょう。幅引も欲しいですけど、まあ守備練するぐらいだったらって感じですね。うん、一番上。うららかタイム。よーし、ナイスセッチャン。2人強っ。固め打ちは取りますか、これ。うん、このダブルすげえ強いだろうな。いやー、どうしよう、もう肩終わったから寄せるか。勝負し、次行きたいな。強い。アベヒーお願い、やる気を。大吉こいちょ大凶多すぎるんだが。うん、鎌狩りっすね。鎌狩りでもいいし、勝負師引けるかな、これ。結構確率低いな。固め打ちは取ったから、さっき。ちょっと厳しいっすね。早期の撤退必要だな。打撃狙いにしますか。カマちゃん、どっちかなって。オッケーオッケー、まあまあまあ、いらんぞ。カマ狩り、アベキがロボット流し、流しかな。オッケー、これが出来。うん、うん、一人休みましょう。まあ本当せっちゃんはやる気が戻るところがいいですね。うん、どうしようかな。もう拾っていこうかな、いろいろ。インコース。お、一人、佐久間。一条。ナイス。あいつは。痛いな。
轟さん。今の結構痛かったですね。怪我。精神全然ねえな。怪我する臭いか。まあいいか。丸枠か。バギまあそれなりって感じですね。まだ爆発したタッカーは踏んでないんで、ナイス。チャンス欲しいぞ、ホームから早めに。メンタル1条でいいな。誰もピカッとおらん。守備か。拾っていかないとないな。バッティ打ち。さようなら。いや、満塁男きついな。とりあえずこんなもんで。ブレインマックス、ブレインミックスしないとダメだな。筋力いっとくか。絶えずひらめきしながら絶えずタックですね、組むのがベストだと思うんで、ね、チャンスゴール行きたいな。よし、よし、で、OK、ナイス。メンタル来るかな。大きいのでかいですね、メンタルでっかい。そして威圧感成功するかどうか、この辺もしっかり見たいですね。技術、筋力いきましょう。よし、ホームランしたい。ゼニー型速いな、球やべ、回ってこい。いやー、勝ったけどヒットなんでそんなに点数入んない感じですね。まあまあ最低限でしょう。この敏捷やべえな。マジ？ゲース、いや、ヌエッジかけるか。うわ、二人。タックマン、いやー難しい。まあ待ちますか。
もう全部せっちゃんのせい。絡むときついな。ほら、チャンス以外。なかなか厳しそうですね。来ねえな、タックが。3人来たぞ。肩寄せたい。あったか。寄った方でいいか。後続チャージ。いらんの？いるか。これでメンタルを取るか。まあいいでしょうけどね。うん、強すぎる。地上やばいな。カハハハハ、筋力。高速チャージ、バランスは良くなってきましたね。カハハハだ。そうですね。なんかやりたいですけど、やれそうなものないっすね。固め、うん、勝負師とか行きたいけどちょいきついな。体力も微妙なんですよね、残りが。一回回すか。で、せっちゃんの様子見て。お、いいじゃん。いらねえか。これでこうするか。ボクシングができますね。これOK。 やべ、次だ。ミートカーソルをできるだけ上げたい。あとは流し打ちが欲しいってやつですね。うん、走塁。まあここだな、変えるのが。カマ、カマさん。絶対拾いたいしな。カモさん、そうだな、トリプルタックだけど、せっちゃんの方行きますか。頻度が集まるし、ラブパネル、コネ、よしよしと。デートします。一本か、次か、シチュータイムか。技術精神もあります。なんか恐ろしい光景になってますね。1個しかないけど、これはまあかけた方がいいだろう。
寂しい結果になったな。これめっちゃくそうまいな。鳴らし。よし。すごかったっすね。やる気。溢れてんな。お、チャンス。あとが、まあこんなもんかな。流し打ちとかか。技術がないな。ナイス。技術がないからね。打撃に。守備か打撃に。きれいな。まあこれで、休みますか。はい。メンタルでもいいっすね。多分これなら一回見るか。バリ。打撃回そうか。いらんわ。おっさん、オッケー。おっさんの声に反応。筋力やるよ。まあ、佐久間はこんなもんですね。やれ。そうだな。早急流し。お願い。スチュータイム。そろそろくれてもいいんじゃないか。笑いしか出ねえ。乾いた。来い。よし。くっそ。まあ、しゃあない。で、お願い。いっぱい集まって。うわー、そんなにね。あいつ。筋力やばいっすね。いいぞ、誰も。マジ？どうしよっかな。二つで何ができる？みんななんか練習したくないのかな。野球しようぜが野球全然する気ないぞって感じですね。ちょっと待ってください。これ選ぶならこれがいいな。欲しい。いいぞ。パークまでいい。よしよし。筋力はやばいだろう。51。強っ。ナイス。ダブル。まあ洗い出すしかないっすね。怪我も取ってるんで。あいつ。
強い。で、試合ですね。威圧感だけくんねえかな。えい。まあ、ビービーだな。えい。行きましょう。いやでも一条強烈ですね、パワーが本当に。筋力はバカみたいに集まりますね、一人入れとくだけで。肩のダブルタックで120とかだもんな、ランチと。よしよし、さすがの震える強さでしたね。体を使った勝負。やべ、負けた。初めて負けたな、これ。うん、うん、強い。意見場でも。休みましょう。お、いいよ。かまかい。強すぎる。筋力の方が入るっていう、異常事態が。こっちっすね。いやー、ライチとやべえな、この二人。うん、そこそこ待ってんのね、二人。筋力過剰だな。勝負室ありますか、せっかくなんで。お待たせいたしました。いやー、強いな、一条やっぱ。前に少し前でサクセスした外角低め、何時が前し新島さんかな、その時も強いなって感じでしたけど、やっぱり強いんだなこいつ。これで威圧感成功しようもんならって感じです。第9投げました。打球はそのまま伸びていく。勝ちたいです。第9投げた、打った、強い当たり、いったー、うん、頼むぞ。怖いって、結構あれでいきなり7点とかあるんでね。よしよしと。え、友達も帰ってる。ダメだ、完走しなかった。気を上げてもらえた。うん、まあスカウトもありかな、もいいか。パワー A だもんな、まず。筋力はもう完璧余る感じなんで。お待たせいたしました。さあこれから9、5番、行きましょう。できません。第9投げた、打った、これは強烈、いった、よし、入った入った。第9投げた、ボール、ダメそういう方向。第2球ならストレート打たれに来い。ドキドキするのマジで、本当に急に失点するんで。ライトの頭の上、超えるか、ヒットになります。ボールは中継、うん、布川ツーベース。5番、こ
これで念押しして終わりたいですね。第9投げた、ファール。第2球投げました、センターへの打球取りました、これで3アウト。まあ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 、ギリッギリ勝てましたね、試合に。最後も満塁でしたね。オッケーオッケー、ナイス、光り具合、筋力か、釣られていく。 S だな、パワーこれ。確実に筋力が余る感じです。お待たせいたしました、1球2回の第9投げました、危ない球、ボール。第2球投げました、手応えは十分か、スタンドに入りました、ファールか。第3球を投げました、打ちました、これはいい当たり、いった OK、 入った入った。第9投げました、ストレートはボール。第2球投げた、ボール。カウンター2ボールのストライク。第3球を投げた、打った、これはいい当たりだ、いった、入った、もう勘弁して。第9見送ってボール。さあ次の投球、徳田の高校生活、ボール。アウトローへ、涙色に染めたお店、カウントは2ボールノーストライクです。打った、強い当たり、宇宙間、一投、入った入った、まあ、あとは適当に、さすがに大丈夫でしょう。第9投げた、内山掴んだ、アウト、これで2アウト。うん、6点あったのでさすがに大丈夫でした。さあ、いいっすね、スカート出てる、お願い、よし、OK、 行ったら来るやつですね。意外性はなんとか回避してくれますね。結構メタルも余ったな、技術もあるし、守備振っていけんな。うん、とりあえずこれでいきましょう。あとは終わってからですね。逆転弾打ちたいか。第9投げた、初球外れてもバッターよく見ました。さあ次の投球、いや大西ダメだわ、変化球使ったわ。第3球を投げました、打てる気配ない、からの、打てる気配ないぞ。第9投げました、ボール。第2球投げました、打ちました、痛烈、いった、入った、急に逆転される前に第9打ち込んだと、打ちました、これはいい当たり、いった、入った、入った、なんとか大丈夫かな、頑張るなって思う。これで大丈夫でしょ、さすがに。勝てました、あと。あとは最後の能力フリーですね。まあ一条の威圧感が来なかったのと、イベント自体が。あとは、ライチ？結構みんな失敗したな。後指全員失敗しましたね、そういえば。苦笑いしか出ねえ。よし、大変。うん、ナイス。安定の強さ。玉星さん。7625か。で、気迫ヘッド取って、
うん、タイエース取ってあとは基礎振りしますか。うん、これ怪我しにくさ取っていいな、20で肩次第ですけど、シーンはいけるな。まあいいかな、こんな感じで。うん、こいつはこれでいいっすね。おい、できました。 S4。 うん、そうですね、ちょっとあまりにも金の特殊能力がきつかったなっていう感じと、まあトイベーゼね全滅したんでね。うん、せっちゃんはいつになったら僕にシチューくれるんでしょうか。結構頑張って50にしたんですけどね。ぜひ見ていらっしゃらない方は僕のガチャ動画、過去の再生欄から見ていただければと思います。で、今せっちゃんの方はこの失敗した後で言うのもなんなんですが、1週間限定で皆さんに毎週土曜日貸し出しをしてます。もし僕のせっちゃん使ってみたい、できれば僕のせっちゃんでチームランクをガツンと上げたいというやる気のある方々にお貸しできればなと思ってます。土曜日のデッキ相談会の時にコメントをお待ちしています。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。またツイッターのアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。